こんにちは、股関節専門サロン松本新厚院のヒップチューバー田山です、本日もよろしくお願いします、いつの間にか気がつけばチャンネル登録数も5000人を超えております。皆さんありがとうございます、引き続きですね皆さん多くの方に股関節症の真実を伝えていけるよう頑張っていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。股関節症の真実についてお送りしておりますが、今日はお話の後に、股関節症の姿勢に関してとても大事な腹筋ですね。インナーマッスルを鍛える運動をやっていきたいと思いますが、その前に、大事なお話もありますので、ぜひ聞いてください。今日はですね、手術をするかしないか、やはり迷うところですよね。そういった状況の中で、周りに股関節も人工関節の手術をした人が、いる、あるいは友達の知り合いがしましたとかっていうね、こともあって、そんな話を聞くこともあると思うんですけども、じゃあ知り合いの方が手術をしてすごくうまくいって順調ですっていう場合ですね、大体の方が悩んでる方に対して「早く手術しちゃいなさいよ」ね、もうおすすめだよ、もう世界が変わるからバラ色になるからって結構ね、勧められることも多いと思います。それとは逆にですね、周りに、手術をしてうまくいってない方がいらっしゃる場合ですね。その場合は、手術やめといた方がいいわ、なかなかこう思うようにうまくならないから、なるべくしないで済むんならそのまま我慢して頑張りなさいってね、手術を勧めない方もいらっしゃるんですね。これはもう、それぞれの立場からアドバイスとしてしてくれてるんですけども、それはですね、あんまりしない方がいいんじゃないかなというところなんですよ。それっていうのは、結局やっぱり個人の判断に任せた方がいいし、同じ変形性股関節症であっても、あるいはそれ以外のどんな病気でもそうなんだと思うんですけども、個人差が大きいんですね。股関節症であっても、初期の方もいれば末期と言われている方もいるし、あるいは骨が問題になっている方もいれば、骨は問題なくて筋肉だけの問題の方もいる。もうそれぞれ状況が違うので、自分がうまくいった、自分の友達がうまくいったからといって、じゃあこの人にも勧めて、この人もその通りうまくいくかどうかっていうのは誰にもわからないんです。それはたとえそのうまくいった人の先生、同じ先生にお願いしたとしてもどうなるかわかんない。じゃあその通り勧められて手術しました、同じ先生に。で、同じようにね、もちろんうまくいくケースが多いんですけども、それなら問題ない。ただ、同じ先生が手術したとしても、うまくいかないケースもあるわけです。これは人工関節であっても、自骨の手術ですね。ラオとかキアリーとかそういったものもありますけども、これがうまくいかなかった場合は、今度はね、ちょっと取り返しがつかないんですね。もちろん手術をやった本人も取り返しがつかないし、勧めた人もちょっとね、取り返しがつかないと思いませんか？気持ちの面ですよね、勧めた方はね。で、実際にやっぱり、こういうことがあるんですよ。手術うまくいった。で、私の友達もすごく痛くて悩んでる。で、もうやりなさいよ、私を先生紹介してあげるから、私の先生すごい手術上手で評判いいのよ。もう全国から人が集まってんだからってね、勧める。もう強く強く勧める。で、本人はかなり迷ってたんだけど、これだけ強く勧められたから私もじゃあやろうかしらってなったんですね。でも、術後経過が良くない方、いらっしゃるんですね。これね、もうどこを責めたらいいんでしょうか。ね、でもね、これは結局自己責任になってしまうんですね。自己責任なんです。勧めた方がいけないんじゃないんです。それを決断した自分の責任になってしまうんです。ね、これは悲しいしかわいそうなことでもあるんですけども、しょうがないですよね。やってしまったら、筋トレとかサプリメントとか、このお医者さんいいからちょっと一回受診してみたらとか、こういったのはね、まだ取り返しがつくんですよ。サプリメントなんていうのは副作用がほとんどないですから、やっぱり飲んでね、効かなきゃ効かないではそこまででちょっとお金かかりましたよで済むし、診察入るだけでね、その労力はありますけども、別に手術さえしなければ取り返しはつくわけです。筋トレもですね、状態によっては筋トレするのは良くないんですけども、手術よりは取り返しがつくことかなと思うんです。ただ手術だけはね、メスを入れてしまった時点でもう戻れないんですよね。ですからここは自己判断でやっぱり慎重に、選択をしていかなきゃいけない。で、そのためには、皆さんは周りからの勧められるとかそういった情報じゃなくて、自分でインターネットとかがある時代ですから、いろいろ調べて情報収集をして、手術っていうのはどんなメリット、どんなデメリットがあるのかっていうのをね、勉強していって自分で判断しないといけないんです。ね、これは厳しいようですけど、そうなんです。これは、いい話だけではないのでね。ですから手術を僕らも進めないわけじゃないんです。基本的には成功率の高い手術ですね。まあ、自分の人生の中では大きな手術になるかもしれないですけども、医療界全体で言ったら人工関節の手術ってそんなに大きい手術にはもう入らない。どっちかっていうと簡易的な簡単な手術の方に入ってきます。幸いね、命には関係がないっていうところもあると思いますけども、そういったところでですね、私たちは手術を決して、否定してるわけではないんです。ただですね、そういった情報収集、勉強をして、しっかり手術というものの理解をして決断をしていただいてるんであれば、僕たちは全然いいと思うんです。そうすれば、私手術することにしましたっていうことを言っていただいてもね、あ、そうですか。じゃあもうそれに向けて頑張りましょうっていう話もさせてもらいますし、じゃあ手術前、手術日が決まりました。じゃあその手術前までに、やっておくといいことを指導するし、私たちも体のメンテナンスとして、ここをやっておくと術後のリハビリが経過がうまくいきますよっていうところは知ってますんで、その辺のアプローチをさせてもらいます。またそのアプローチをしながらですね、手術後の話、手術後はこういう点に注意して、こういうリハビリを進めていくといいですよ。社会復帰、自宅復帰、まあ、家事の復帰とかね、どういった流れで進めていくのがベストで、今後どのようなリスクがあるから、そこに対してはどういうふうに対処していったらいいよとかってね、いろいろアドバイスもさせてもらっています。なのでね、もうとにかく自己判断で慎重に決断をしていただければなと思っております。まあでもね、ただ手術だけが治療法ではないんですよと、ね、いつも説明している保存療法というのもやっぱり試して、保存療法試していったけどなかなか良くならなくても限界で手術っていうのが一番のいい流れじゃないかなと僕は思います。ただまあそれぞれいろんな環境がありますんでね、その辺は人それぞれあると思います。はい、ではこの辺でね、今日は手術するしないの決断をやっぱり自分で決める。あとはですね、周りの方、あまり口出しをしない方がいいです。ね、それを、あと自分がちょっと精神的に苦しむことになる方もいらっしゃるので、というお話でした。はい。それでは今日ここからはですね、腹筋を鍛えていきましょう。腹筋といってもですね、まあ一番しっくりのは丹田ですね。丹田に力を入れる。丹田というのはおへその下、指3本分ぐらいのところにあるんですけども、そこの下っ腹に力を入れると、股関節症の方も姿勢が良くなる、立ち姿勢が良くなる、歩き方が良くなるといったメリットが出てくるので、その丹田の鍛え方やっていきましょう。まずそれでは絵を使って丹田の場所を説明していきます。こちらですね、人の体です。ここバッテンマークおへそで、下足ですね、ここ、まあ、お腹ですね。でここ6個描いたのがちょっとこれ、下手くそですね。もうちょっと許してください、ここね。シックスパックって言われる、腹筋です。ね、テレビでよくね、サッカー選手のクリスチャン・ロナウドとかがね、シックスパック割れてますような、よくやってるんで知ってるかと思いますけども、今日鍛える、股関節症の方に大事な腹筋っていうのは、クリスチャン・ロナウド筋肉ではありません。ここは別にいらないんです。この腹筋は。必要なのは丹田、おへそから、指3本分のここね、下っ腹です。下っ腹の筋肉を鍛える。ここに力が入ると股関節への負担がなくなって、股関節周りの筋肉が痛みが出にくくなるので、腹筋、丹田を鍛えて股関節を楽にしていきましょうというのが今日の目的となります。やり方としては、仰向けに寝てやっていきますね。はい、では、やってまいります。先ほど説明したように、ここにおへそが、ちょっとね、おへそがあって、おへその下、指3本分ぐらい下に、丹田の位置があります。下っ腹です。ここに力が入る。ここが硬くなるように、腹筋をやっていきます。いわゆる腹筋というと、皆さんどうしてもですね、こういった腹筋を思い浮かべますけど、これね、首痛めやすいんで、あんまりやらない方がいいです。仰向けに寝ます。で、片方の手を腰骨の骨盤につく一番下のところ、腰の付け根に置きます。こう仰向けに寝た時に腰が浮きますよね。そこの浮いてる空間にそのまま手のひらを入れる感じです。で、もう片方の手は丹田にあたるおへその下っ腹の上に手のひらを置いておきましょう。この状態で腰骨で下に引いた手の甲を床に向かって潰していきます。圧迫をかけていく。その時に圧迫をかけた時にここの手のひらで、あ、下腹部が硬くなっているなと感じてれば OK。 下の手は圧迫を感じて、上の手は硬くなっているのを感じるということね。この状態で5秒止めます。5秒止めたら緩めて、これをですね、10回を2セットか、あるいは続けて20回を1セット、5秒止めてですね、をやってみてください。ただですね、注意点としては、顎が力を入れた時に上がらないようにしてください。上がると腹筋を鍛えたいのに背筋が入ってしまうんですね。それでもですね、体うまく使うとこれ押せちゃうんですよ。頭を上げる必要ないんです。顎が上がらないようにちょっと気持ち顎を引きながらやるといいと思います。これ一番大事なところですね。でもしこの状態でやると全然下の手が圧迫を受ける感じがしないとか、あるいは下っ腹が硬くならなくてさっきのシックスパックの腹筋の上の方が硬くなってしまうとかって方が結構多いんです。それは股関節症の方が今までそういう体の使い方をしてきたから苦手なわけですよね。で、もしそういった風にうまくできない方は両膝を立ててください。あるいは最初漢字がわからない方はここからスタートしてもらって構いません。この状態で手の位置は両手同じところ、同じことをします。腰骨ね、下の手の甲を潰していくんですけども、これの方がやっぱりね、確実に力が入ります。これはその腹筋の負荷が減るんですね。足が伸びていくほど負荷が強まります。最終的にはこの足が伸びた状態で曲げた時と同じぐらいの強さで圧を加えたいですね。ですからここでちょっと、入らないなということは方はまず曲げて、あ、入るな、ここはすごい力が圧迫が入る、じゃあもうちょっと伸ばしてみようかな、ここはどうかな、あ、入る、もうちょっと伸ばしてみよう、あ、ここになると入らないな、入りにくいなと思ったらここのちょっと手前、あ、ここ、あ、頑張ればギリギリ入るってところでやってもらうのがいいです。顎上がんないようにしてくださいね。そのようにしていって徐々に足が伸びても同じ強い圧迫が加えられるようになってきて、最終的に足を伸ばしても強い圧迫が加えられる。で、丹田を鍛えていきます。これをぜひやってみてください。ただ、もしこの運動をしている時にたまにあるのが、鼠径部、コマネチのラインに痛みが出てしまう方がいるんですね。この運動中であったり運動後に痛みが出てしまう方はこの腹筋はやらない、あるいはもう、かなり曲げた状態でやってみてください。曲げた方が痛みは出にくいはずですので、その辺調整してもらって、痛みが出る場合は無理しないようにしてください。はい、本日も動画いかがだったでしょうか。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございます。チャンネル登録まだされてない方はぜひチャンネル登録をしてください。私のここにちっちゃい写真が出てくるので、そこをクリックするとチャンネル登録できます。チャンネル登録していただけますと、私の新着動画がアップされると皆さんにお知らせが行くようになりますので、見逃しがなくなります。また下にありますいいねボタンを押していただくと非常に嬉しいです。ぜひ、動画良かったよと思う方は押してください。また、動画について、あるいはその他ね、個人の症状でも構いません。何か、質問があればコメント欄下にありますんでね、そこからぜひコメントいただければ、随時返信返していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、手術は自己判断でお願いいたします。では、お大事にしてください。